ローンスターターの皆よ、来たか。なんじゃ、ぬしらは最近あれだな、隠れて肉体改造をしてた割にはいっぱいなんか食べ始めて、あれだな、なんか食べることに目覚めたかったな。はい。まあ、ご視聴者もいろいろ食べてもらって嬉しい限りだわ。仰せのままに。違う、まだだな。してぬしらは家康公スイーツについて知っておるのか。どうぞ待て。何、この城内にもたくさんござる。探してまいり。でも行け行け、おそのままに。おじあんたの ベルン来ました。ベルン来たよ。ベルンの家康のスイーツは何でしょうか。マドレーヌ。早速買いますよ。マドレーヌ絶対美味しいじゃん。オートマミジャン、オートマミジャンケンジャンケン、はいはい、グーはい、きます。やっぱマドレーヌ、ここだよ、ここに売ってるよ。ここじゃない、いつぐらいだ、ここ、いつぐらいだ、あと2つ。僕らスロースターターっていう YouTube、 なんか聞いた。あ、本当ですか。なんか昨日顔どこに行ってるね。あ、いました。あの人たちなんか有名なんで。スロースターターっていうグループ、はい、あ、チラシ持ってないな、僕今、うん、でもコリンの、あ、コリン、コリンコリンあるよ、コリンの、コリンの、コリンの、あー、そうなんだ。そうです、はい、はい、ありがとう。よかったら、それだけ盛り上げたいで頑張ります。ありがとうございます。はい、それじゃあね、はい、ここは籠田公園の中にあるかな、青い園さんに来てみました。ここの家康スイーツが家康一番大ということなんですね。またね、なんか美味しそうなお菓子なんでね、ちょっとぜひ中に行って見たいと思いますね。行きましょう、行きましょう。ジャンケンしますか、二人で。おっと、攻撃ジャンケン、ジャンケン、はい、じゃあ欲しいになります。いやー、一つですね、家康公スイーツの、はい、紹介で、ちょっと YouTube に載せたいなと思ってきたんですけど、はい、で、まあ、このタップ品切れだということで、まあ、ここにおすすめのものがあればなと、ちょっとお伺いしたいなと。まあ、見ての通りの。全部あの季節によってみんな変わってきますが、ここだけはみんなありますよね。あ、定番で、はい、じゃあまた次回で、ある日にやってきます。すいません、ありがとうございます。はい、行きますね、よろしくお願いします。はい、行きました。また天文の温泉、温泉です。海遊館抜きです。海遊館抜きです。
やって。はい。さあ、そう。はい。普通に負けるやん。とりあえずボスイーツの、あの、公式、公式のやつ。あ、かんぬき。ちょっと待って、これだ。かんぬき、海洋かんぬき。それは買っちゃいました。今日僕男気が一番強いタイプなんで、あいつら雑魚やな、あいつら雑魚やな、あいつら雑魚やな。続きまして富士宮さん、イエーイ。ここは家康公初陣旅館です。よいしょ、富士宮さんの大将、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 僕たちこうジャン、読むじゃんけん、ジャンケン勝った人が今の上官です。見ててください。はい。男気じゃんけん、じゃんけん、はい。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 濃くないですか？上官を頼みます。ドキスカゼっていう名前で、あ、はいはい。あれですね。で、実は岡崎城にドキスカゼっていう役があったの。はい、ああ、そうなんですか。もう今は借りちゃってないんだけど、はい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 、今それを復活したいなと僕は個人的に思ってた。ああ、そういうことだね。イエーイ、緑なんでね、ちょっとこれはちょっと嬉しいですわ。1個の中に3つのアンコが入ってます。すごい、おー、すげー、すげー。あ、じゃあこれ、じゃ買いましょうよ。買おうよ、これ、せっかくなんで、ここに入ってください。よし、一発や。はい、続きまして上田君来ました。イエーイ。三河の大将、大将、会議でした。さあ行きましょうか。じゃあ攻略じゃんけんしますか。よっ、男気じゃんけん、じゃんけん、はい、しゃあ行きましょう。じゃあ撮影許可取ってありますので行きましょう。行きましょう。そうですね、三河の大将。あ、そうだそうだ、三河の大将。ここでいい、1個でいい。水まんじゅうとかいらない？水まんじゅう欲しい、欲しい、欲しいですね。この時期よう出てるらしいもんね、水まんじゅう。そうだね、やっぱお母さんのおすすめ水まんじゅうですか。そうだね、この時期だったらね、やっぱし。え、でもちょっと時期が出ちゃうからね、しちゃうもちは。俺もカステラ食べたい。うわ、ひょこいたもこれ。なんで、ここじゃん。水まんじゅう何個？水まんじゅう何個？水まんじゅういる人、水まんじゅういる人、はい、はい、水まんじゅう欲しい、4、はい、カステラいる人、はい、最初それ言ってたら全部書くのよ。2、こちらに抹茶とあるけど、こちらがいいですかね。僕白がいいです。じゃあ僕抹茶です。抹茶、はい、白で、はい、これも白で、はい、白3つの。あ、僕も白でお願いします。ごめんなさい、ごめんなさい。あー、でも白でいいかな。なんか白だったらみんな白で、お前めっちゃでいいって。白でいきます。ごめんなさい、なんかめっちゃおさらいがいいんです。上田健さんは、このクズバーはドンちゃんで出してるんですよね。ああ、そうですね。そうですよね。あ、これだ。そう、僕たちがよく行く居酒屋ドンちゃんのクズバーは、うん、ここ、上田健さん。これ何のあれなんですか、この賞は。何とかですか。総裁賞。あ、昔の見積もりみたいなね、結婚式とかなるとお嬢さんとかでも、ああいうのが昔はね、流行ったもん。すごい症状ってことですか。すごいじゃん。まあ、甘えじゃまないんですけど。だってことだね。ごちになります。ごちになります。無言？誰も喋らん。信号。バステー。バステー。信号。車はピンクまでない。イエロー。進めの。緑。動けない。赤。動けない。動けない。車も人も動けない。
バスレルさんは庄司横丁マスのみクッキー、ガサガサめちゃくちゃカレーカレーじゃんどこ行ってきた一体いい男とおばさんと映っとるよ。いやもう本当にもうめちゃうまそうなもん、めちゃくちゃうまそうなもん、めちゃ美味しいですよ、美味しいですよね僕らあの岡崎で YouTube やってるんで、美味しい、そんなの、あちょっとなんか喉飲むのが欲しいっすわ。じゃんけんする？プリンジュース、じゃあプリンジュースだろ、プリンジュース飲みたい人、はい、1,2,3 4 5 5 5プリンジュース5で、プリンジュース5個でお願いします。プリンジュースも5個だ、はい、おとこぐじゃんけん、じゃんけん、はい、そう、おとこぐじゃんけん、じゃんけん、はい、おとこぐじゃんけん、じゃんけん、はい、さあMJ 強えもんな、男気。昨日バカしくそ負けたんで、うん、俺最近全然勝ててないんだけど。あ、でも先週勝ってませんでしたっけ。勝ってない、勝ってない、勝ってない。あ、勝ってない、全然勝ってない花見一回も立ってない、花見から一回も立てないからね。ちょっとやめろ、うん、MJ でいい、200円です、本当に。マジ小銭がなかったんだよ、出してみて、小銭が、はい、バスレルさんで、イエーイ、マスタミクッキーで、イエーイ、オレンジジュース&オレンジジュース、プリンジュースって言いましょう、プリンジュースって食べるの、なんで俺のやつこんなプリンジュースないの、飲むの早いな、飲むのが早すぎるわやっぱ安定の男気じゃんけんでプリンジュース買ってきて、僕が買ったんでね、僕がこの3人こいつらおごってやったっす、あざーすMJ先輩あざーす、おごってやったっす、はい、続きましては小野田川道、玉川道さん、小野玉川道さんに行きました、すぐかむやー、すぐかむやー、一発 でここの家康公スイーツはみかんどら焼き、みかんどら焼きということで、まあ、ちょっと変わってるよね、そうですね、みかんが入ってるどら焼きということで、じゃあ早速じゃんけんしますか、いいぞ、2人ですけどね、おっとこぎじゃんけん、じゃんけん、ほいしゃ ー, おー負け続けてる、勝ちました、勝ちましたね、ってことでじゃあ早速勝っていこうかなと思います、レッツゴー、おいでおいでまたーす、でここが小野田川道、玉川道、小野田川道さんの店舗です、いろんな家康公スイーツ以外にもね、いろんな商品が、おーめっちゃ綺麗、綺麗ですね、本当に今日ちょっと売り切れたのかな、ね、少ないかな、そうですね、もうだいぶ売れちゃってますね、人気なの、人気なの、そう、やっぱり1ぐらいだね、まあそうですよね、じゃあその家康スイーツを買いつつ僕らはプライベートでね、何かそうつまんでいきたいと思いますね、何がいい、僕、何にしようかな、逆におすすめとかは、あ、今日見ちゃったね、あ、そう、いちご大福、いちご大福、あ、いちご大福、いちご大福、まんじゅうとか、あ、こういうおはぎとか、なあ、全部出てるやっぱ、いいやつ売れるんだね、そうですね、マグレム、マグレムは、ティーケさんだったのかな、いや、あの、ここのやつ、めっちゃ近く、あれぐらい3人でね、じゃあ、僕らね、とりあえずみかんみかんどら焼き、みかんどら焼きってなんだ、みかんどら焼きなんだ、家康公みかんどら焼きゲットしました、2個しかないってことでね、そうですね、2個しかなかったということでまあそのギリギリセーフということでよかったっすわ、あと俺のおすすめマドレーヌね、マドレーヌも買っていきたいと思います、ごちになります、あお、お願いします、また来ます、ありがとうございます、はい、さあ、ここどこ、ここどこ、キョウさん、じゃあどうぞ、ベビーカステラパフェ、うん、岡崎ベビーカステラパフェ、せーの、じゃんけんじゃんけん、ほい、え、いきました、来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 ました、すごいね、せーの、ジーショー、濃厚、
限定でやってる。月替わりで。そうですね。へえ。と言われたらでも
買うのかな。だんだん増えてくるな、これ。男気で買ってなんかだんだん不安になってきたな、俺。で、今、どれ美味しそうかな、これかな。はい、ではね、パンテ、パンテ、なんか食べ方があるみたいなんですよ。このかりんとうとあの焼き芋のコラボレーションだ。うわ、あすげえ、すげえ、とろっとろ。見て見て、このトロトロ、トロトロすぎるわ。すっげえね、焼き芋ってこんななるの。ほら見て、わあすごいわ。でこれをね、しっかりとこのかりんとうでつけて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 食べさすんかい。本人ご飯のかい。じゃあ出ちゃうよこれ。近っ、そこ。近っ。いただきます。なあ、うまっ。やばいっすか。あ、でもこんな感じなんだね。かりんとうと一緒にやってこんな、うまいっすね。あ、うまいわ。お前さ、俺にはよこせよ、かりんとう。かりんく、かりんくじゃない、かりんとう。お前なんで食わんの。お前が食えんと俺が食べれんしっすね。思って食べたいから普通に。いいよ、俺。あ、うまいわ、これはマジで。あ、これおすすめ。続きまして、マスダヤさんに来ました。マスダヤさんといえば、どうぞ、イカはトラ同士。よいしょ、よいしょ。男気じゃんけん、じゃんけん、はい。おう、負けた。なんで男気じゃんけん、じゃんけん、はい。よし、勝った。あれ、連続じゃん。よし、じゃあ、サイン行きましょう。レッツゴー。これですね、これだね。イエスコースイーツ公認のスイーツですね。トラドウジ、トラドウジ、シンドウジ、ドウジ。かけてください。マジっすか。あ、これは戻してください。あ、じゃあ逆にこれは返してください。じゃあこれだけ。あ、いやいや、あの、どうぞ、お土産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 、はい、こちらが3個目。あ、はい、ありがとうございます。スロースターター。おお、なんもなかった。はい、ということで、家康公スイーツ行ってまいりました。今回は、葵武将隊のね、そうですね、お殿と、あたたおやすまさを協力していただいて、ね、ある意味コラボ。いや、ちゃんとコラボしていただいたからね。そうですね。でも結構美味しかったけど、全部回るのさすがにちょっと大変だったね。そうだね。まあまあな距離あるもんね。そうね、全部回ろうと思うと。だからやっぱ俺らのそのなんかそのスイーツを使った、あのなんか家康公スイーツだけじゃないから、はい、俺ら買ったスイーツの多分とんでもない量だと思う。そうですね。ついでに買うのが多かったね。そうだね。そうそうそう。うん、まあね、岡崎のね、視聴者の皆さんもね、こういう機会をね、にして回ってくれると思うんだなと思うので、はい、よかったら皆さん行ってみてください。お願いします。今度も喜ぶから、いざっ、ね、この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ガイライツイッターインスタグラムのアカウントのところよろしくお願いします。それでは皆さん、さよならバイバイ。わちゃ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 。
イエスコスイーツで行って、あの本当スタンプラリーっていうのがあって、最初の方ね、で見事で当選しました。スタンプラリー。商品はノートとクリアブック。そう、限定ですもんね。クリアボール。ちゃんと青入ってるからね。本当ね、お方でイエスコのね、青入って、青い当選おめでとうございます。でもね、ここにね、なんかまだね。めくるとね、これ見てください、これいろいろね、これね、入ってるんですよね。これはなんかやれよってことですよね、きっと。僕たちに岡崎飯、岡崎飯、これは見えない、かき氷、かき氷ですね。あ、かき氷、かき氷大賞やれっていうことで、まあ行ってこいってことだね。そうですね、5月1日か9月30日ですね。岡崎かき氷、これは岡崎飯はずっとやってるね。じゃあ次、僕たちこれ行きましょう。岡崎飯だね、スタートラリーやってくれたいよね。そうですね。まあ、ということで、お待て動画でこういうの当選しました。当たりましたよ。ズルはしないから、ね、ありがとうございました。ズルはしてないけど、皆さんもこっそりくらいできないね。できないですじゃあ皆さん、またお願いします。お願いします。